ごきげんよう、モチベーションアップ。講演家の宮崎豊です。2021年1月8日金曜日です。今朝は太陽がさんさんと、まあこちら降り注いでいます。雪もちょっと降っております。温度は低いです。そんな朝を迎えております。今日は枯草岩というものを紹介してみたいと思います。森岡正子さんといって、名人がおられました。上下町の MG ユースへおられました。MGっ子といってですね、そのユースのファンというか仲間というか、森岡正子さんの子供が、まあ、全国へおられる、まあ、そんなカリスマというか、そういう不思議な力を持ったお方でした。その方が言われた枯草岩という言葉があります。その森岡正子さんの枯草岩の話を聞いて作られたのが、これが岡山朝日東病院の院長さんがこの枯草岩というこういうものを作られました。これはちょっと見てもらうといいんですけど、中に錠剤が見える人と見えない人がありますという書いてあります。何かと申しますと、この言われはですね、薬品の名の由来、親がおればこそ、子供がおればこそ、主人がおればこそ、妻がおればこそ、友達がおればこそ、社員がおればこそ、社長がおればこそのこそです。ママさんは、まあ、こんな話をされましたね。ある時洗濯物をお嫁さんが干して外に、まあ、出られました。そしたら雨がわーっと降ってきそうになりまして、お嫁さんはおらないし、ママさん足が痛いんだけど雨降ってくるので洗濯物をとにかく取り入れないけんというんで、足が痛いの頑張って洗濯物取り入れて畳み終わった時にお嫁さんが帰ってこられました。そしたらお嫁さんが、ママさん私が入れたのにと言われたんですね。ママさんは足が痛いのにもう雨降ってくるから一生懸命やって、もうはぁはぁはぁと言いながら終わった時にその言葉を聞いたら、ちょっとさすがのママさんも向かってこう来ますよね。その時にママさんは向かってきたのをすぐ解消する方法を知っているんですね。ママさんはざーっと自分の洗面所を走っていきまして、枯草岩をちょちょっと手に入れて、コップ一杯の水をグッと一気に飲むんです。そしてこう言うんですね。この嫁がおったからこそ孫ができて、私は孫と遊んで幸せな人生を生きている。この嫁がいたからこそ息子は元気で仕事をしている。このお嫁さんが来たからこそ私の食事もよく手伝ってもらって美味しいもの食べられるというね、こそというのをママさんは飲むんですね。ですからなんかムカッときたり、腹が立ったり怒ったり不満が溜まったり愚痴が出たり出そうになったり、まあ今のコロナ禍の時代にそうですよね。溜まるのはストレス、出るのは愚痴、もっと言えば怒りが出たり不満もどんどん溜まってきます。そんな時に効く薬が枯草岩なんですね。これも少し詳しく言うとこうです。成分があるんですね。成分は愛情、謙虚、感謝、元気。ただし配合割合については企業秘密ですとなって書いてあります。これはこの文章は、森岡正子さんの話を聞いて岡山東朝日東病院の
院長さんが、まあ、また自分の考えも入れながら作られた文章ですね。こういう、まあ、文章があるんですけどね。ちょっとこれを読んでみたいと思います。薬の効用、まあそうですね、お医者さんですから効数効用ときますね。これは不平不満が高じて頭痛や高血圧症、妬み、そねみなどで気分が優れず、体調の不良な時、ストレスが心で悩んでいる時、即効性あり、ただし効果が持続しないのも特徴です。面白いですね。即効性あるんですよ。ガッと飲んだ時に効くんですね。でも持続しない。すぐ時間が経つとまたこれが私がやってやったのに、なぜこれはやってくれないんだったのか、すぐこうノリに変わっちゃう。持続性がないということが。はい。そして、服用の仕方。あ、これも、これ書いてありますね。まず、こそがんを2、3粒コップ1杯の水と一緒に飲み、丸々がおればこそ、と心から念じて唱えて、すぐに心のチャンネルを変えることが大切です。飲んだ、一気に飲んだ瞬間にチャンネルパッと変える。これが、コツなんですね。効果が薄い時には一日何回服用してもよいって、これがもういっぺん飲んだけど収まらないという、腹の虫も収まらない時は何回服用してもいい時ですね。注意、間違っても私がまたは私がおればこそなどと唱えないでくださいと書いてある。私がってみんじゃなくてね、あなたがいればこそというところにチャンネルを切り替えなきゃいけないわけですね。副作用。おお、副作用というのが、薬には副作用がありますが、どうでしょうか、これは。細がにはどうなんでしょうか。はい。服用した人で副作用情報はありません。副作用がない。最高ですね。もし、副作用らしき症状がありましたら、ご面倒でも岡山朝日東病院までご連絡ください。ただし、周囲の人が効き目に驚くことがございますので、ご注意ください。おお。お値段、これ値段があるんです。いくらだと思いますかね。今の時代これ効果があったらかなりするもんだと思うんですが、税込みで105円。岡山朝日東病院内売店にて販売していますとね。はあ、括弧管理 M&L ジャパン株式会社括弧で書いてと書いてあります。そして、追記として、効果が見られないとか疑問の説は岡山朝日東病院薬局までご連絡ください。製造財団法人総風会岡山朝日東病院、製造責任者土井明弘院長がこのこそがんに対しては責任を持つ責任者としてきちっと名前を書かれていると思います。すごいですよね。まあ、ここにも効用がまあジャーッと書いてあります。まあ、今言ったことを大体書いてあるんですが、こんな感じで書いてますね。はい。そしてこの最後が、最後はなかなかユーモアが効いてますね。特許森岡雅子広島県、府中市上下町 MG ユースホステス創立者平和の伝道者というね、こういう注意書きがあって、このこそがんが売られています。最初にね、この個性が見える人と見えない人がいるというのがなかなか面白い駆け出しで始まってます。個性が。でもこれは、確かに何かあった時に飲むんです。ママさんに聞いたらやっぱ飲む時に水をコップに入れてぐっと飲み干した後にこそ、あなたがいてくれたからこそ、この子今幸せがあるとね。今コロナ禍の時代で、まあ、いろんなこと不満がありますけども、不満がある反対にチャンネルを切り替えるにはこそがんが効きますね。まあこういう話もありますね。マザーテレサ、マザーテレサは戦争反対運動には行かなかった。じゃあ戦争を反対しないんですかっていうと、マザーテレサは平和運動には参加したって言うんですね。戦争反対運動はやはりまたこの戦争になったり武器の暴力に発展するけど、そういうのは参加しないけども、可能性があるには参加しないけども、平和運動とか平和活動には参加したというんですね。まあ物事にはいろんな面がありますが、今の時代にももう
困った面もあります。感謝しろってなかなか感謝できないという人がいますが、でもその感謝するチャンネルもあるんですね。医療従事者の人、保健所の皆さん、このコロナの時に物をいろいろ運んでくれる人、チャンネルを変えてみると感謝するとかいっぱいあります。またこっちの反対のチャンネルすると不満とか不平とか怒りばっかりの世界もあります。でもそういう世界からチャンネルを変えるのに細がん、あなたがいてくれたからこそ今の私の幸せがある。妻がいてくれたからこそ、子供がいてくれたからこそ、孫がいてくれたからこそ、社長がいてくれたからこそ、生活が習ってやってます、地域の行政マンが頑張ってくれたからこそ、なんとかこれを乗り越える知恵をみんなで出し合うことができております。何かチャンネルを切り替えるときに、こそがんをぜひ 2,3 錠手に入れて、コップ一杯の水でぐっと飲んでみてはいかがでしょうか。今日はこそがん話をいたしました。チャンネル登録もよろしくお願いします。みやちゃん頑張ってます。今日今いましたら199人、昨日と変わってませんが、もう199人まで来ましたね。自己新記録を今出してます。もう一歩頑張ろうと思ってます。では光が差し込む今日の朝、また明日、ごきげんよう。